スタックは、イタリアのカーデザイナーのジョバンニ・ミケロッティにより、デザインされ、1970年から1978年まで、トライアンフから販売されていた2ドアコンバーチブル、クーペである。トライアンフスタックは、メルセデス・ベンツ SL クラスと直接競合する豪華な、スポーツカーとして設計された。すべてのスタックは4座、コンバーチブル、クーペであったが、 当時の米国の新しい横転基準に合致するように強固な構造を有していた。スタックの門系のロールバーを構成する B ピラーは T バーでフロントガラスのフレームに結合されていた。脱着式のハードトップは初期のスタックでは人気のオプション品であり、後には標準装備品として供給された。この車は1963から4年のトライアンフ。 2000の全量産系を切り詰め成形したスタイリングの実験モデルとして始まった。このスタイリングはイタリアでミケロッティによりデザインされ、技術的な支援のために1960年代、初めから終わりまでトライアンフの技術部長を務めたハリー・ウェブスターが派遣された。トライアンフとミケロッティの契約では、ウェブスターがデザインを気に入った場合に、トライアンフはこの試作者を 自社の新型モデルの元にすることができることになっていた。長年、ジョバンニ・ミケロッティの友人で、彼のことを、ミコと呼ぶ、間柄のハリー・ウェブスターは心底このデザインが気に、イリス作者を英国に持ち帰った。結局この2ドアのドロップヘッドは、全身の2 0とスタイリング的にはほとんど共通点がなかったが、サスペンションと駆動機構は踏襲していた。 トライアンフは1970年代の新しい T2000、T2500 サルーンとエステートに取り入れるほどミケロッティのこのスタイリングを気に入っていた。トライアンフが古臭くはあるが実力の証明されているビュイック設計で全アルミニウム製のローバー V8 エンジンを搭載することを計画したが実現しなかったことに関して社内で政治的な駆け引きがあったと言われている。 現在知られている単にスタックの予定生産数に対してそれだけの数の V8 エンジンを供給することができなかったという納得のいかない話はおそらくローバーや親会社のブリティッシュレーランドの作り話である。以前はライバル関係にあったトライアンフとローバーの間ではおのののブランドロイヤリティが高かった。トライアンフの技術陣はより軽量のアルミニウム製。 シリンダーヘッドとより優れたオーバーヘッドカムシャフトを使用した自分たちの新型エンジンの方を好んでいた。ハリー・ウェブスターはスタックや大型サルーンとエステートに搭載する純トライアンフ設計のユニークな新型の燃料噴射装置負の 2.5LOHCV 型8気筒エンジンの開発とテストをすでに始めていた。これによりトライアンフは V8 エンジン車の市場に 参入する予定であった。1968年にハリー・ウェブスターの公認となったスペン・キングの指導の下で新しく 2997cc に排気量を拡大したトライアンフ V8 エンジンはトルクを増大し故障の多い燃料噴射装置を止め導入予定である市場の一つである米国の環境規制に合致するように連想の ゼニスイコールストロンバーグ製175世です。キャブレターを装着した。トライアンフ製、スラント4エンジンは、トライアンフ V8 エンジンとは、アルミニウム製ヘッド付け中鉄製ブロックの OHC という基本設計を共有していたが、2つのエンジンのシリンダーヘッドは、おのの独自のものを使用していた。スラント4エンジンは、前輪駆動車にも容易に搭載することができ、 スタンパートが製造する同型のエンジンは当初サーブ99に使用された。このエンジン用のウォーターポンプと同じ設計のものが、スタック用の V8 エンジンにも使用された。トライアンフ2000シリーズと同様にボディは、モノコック構造を採用し、同様に前輪は、マクファーソンストラット、後輪は、セミトレーリングアームの完全独立喧嘩であった。ブレーキは、前輪は、ディスクブレーキ、 後輪はドラムブレーキである一方で、ステアリング機構はパワーアシスト付きのラックピニオン方式であった。スタックは1年遅れで1970年に発表され様々な国際的なモーターショーで好評を博したが、市場に出回りエンジンの不具合に関する報告が上がり始めるとそれはすぐに落胆へと変わった。その問題のいくつかは、 当時の英国自動車産業固有の長年にわたる低品質の問題によるものである一方で、その他の問題はエンジン設計自体に起因していた。これらの問題は、ブリティッシュレイランドはトライアンフ製 3.0LOHCV8、エンジンの設計上の問題の解決に十分な予算をつぎ込まなかったため、多くのオーナーがローバー V8、フォード SXV6、 ビュイック 231V6 トライアンフ製六気筒エンジンに乗せ替えたが、現在ではこれらの個体は純粋な V8 エンジンを搭載したスタッグより価値は低くなっている。しかしながら、多年にわたる経験の積み重ねにより、V8 エンジンの不具合は解消されてきた。これらすべての対処を施すとエンジンは非常によく回るようになる。もし、これらの些細な不具合が、 トライアンフにより解決されていたならばこのエンジンはスタックのみならずその他多くのモデルに搭載されていたであろう。おそらくこれらの不具合の評判のために1970年から1977年までの間にわずか25,877台しか製造されなかった。このうち6,780台が輸出向けでこの中の2,871台だけが 米国に出荷された。いくつかの派生モデルが生産されたが、注意すべきはこれらの変更は生産時期に応じたものだけであった。これらのモデルは非公式にマーク I 初期型、マーク I、マーク2、マーク通行期型と呼ばれる。追加されたボディ側面の二重線がマーク2モデルの識別点である。オーナーからの調査によると、 公式のトライアンフのパーツマニュアルが派生モデルによる違いを示していることがあっても古いモデルの細かな部品を新しいモデルの初期生産モデルに流用できることがある。例えばマーク2モデルはマーク i モデルの電送品配線やドアのラッチが使用できることが知られている。トライアンフにとっては在庫一層と品質管理の良い機械であったが熱心に取り組むことはしなかった。 ほとんどの車が、ボルグワーナー製三足オートマチックトランスミッションを装備しており、その他は、トライアンフ TR2 から TR4、A、IRS、TR5、250、6A と連綿と改良、改善を施されて使用されてきた古式ゆかし変速機から派生したマニュアルトランスミッションを選択できた。第一足のギア比は上げられ、霊社フトの新中性物種部には、 ニードルローラーベアリングが使用されていた。初期モデルには A 型レイコックオーバードライブ付けを、後期型には J 型レイコックオーバードライブ付けを注文することができた。オーバードライブはこれなしではエンジン回転数が過度に高まるために強く望まれるのオプションである。変速機以外のメーカー装着のオプション品はほとんどなかった。初期の頃は ソフトトップのみやハードトップのみを装着した車があったが、最後にはほとんどの車が双方を装着していた。パワーウィンドウ、パワーステアリングや倍力装置付きブレーキは標準装備であった。オプション品にはエアコン、クロームのワイヤーホイール、コニセショックアブソーバー、フロアマット、ルーカスエートフォグランプや様々なアフターマーケット用部品があり、そのほとんどがディーラーで、 オプションのアクセサリーとして装着することができた。四座のツーリングカーとしてはかなり珍しいことに、アクセサリーのリストにはオイルパン用の保護プレートが含まれていた。これはおそらくトライアンフのラリーでの活躍に多少なりとも貢献するギミック品であったと思われる。トライアンフスタックにはかなり大きなオーナーズクラブや専門の部品供給業者がある。 英国内で約9000台のスタックが現存していると思われる。この車の人気は、その性能、比較的高い希少性とミケロッティのデザインによるもので、ある。スタックに、付き物のもろもろの不具合は、長年の間に、これら愛好家のクラブにより解決されることで、この、車を設計者たちが意図した通りの人気のある、定番車種の地位につけた。ありがとうございます。